でもこんな浅瀬じゃ釣りにくいんじゃない？そうなんだけど。何やってるの？よし。ゆうやくん？思った通りだ。大魔教の魔物ほどは素早くない。ゆうやみたいに強いと関係ないかもしれないが、魔物だって生き物なんだ。私たち人間に怯えることもあれば、動きを読んでくることもある。魚の気持ちを読んで動きを合わせれば。すごい、ゆうやくん。どんどん行くよ。また捕まえた。天井、あいつどんな反射神経してんだよ。人間技じゃねえ。ゆうやくん、もう十分だよ。ん？4人じゃ食べきれないよ。ごめん、つい楽しくなっちゃって。